ロポッサ TV。 ロポッサ TV へようこそ。塚本直美です。今日は板場由紀さんの絵本、札幌路面電車の不思議な夜を読みます。札幌の街の中をぐるぐる走る電車、見たことがありますか？乗ったことはありますか？ちょっと不思議な夜のお話、楽しみですね。札幌路面電車の不思議な夜。大晦日の夜、札幌はすごい吹雪。ササラ電車が通り過ぎます。札幌の路面電車は今年の運行ももうじきおしまい。運転手さんもあと少しでお仕事が終わります。電車は停留場に着きました。お客さんは一人みたいですが、ドアが開いて入ってきたのはなんと子だぬき。運転手さんはびっくりです。子だぬきの方もなんだか緊張しているみたいです。驚いた運転手さん、でも今はお仕事中、遅れるわけにはいきません。気を取り直して安全運転、安全運転。次の停留場へ向かいます。あれれ、今度はライオン、また人間ではありません。運転手さんは驚きましたが、我慢我慢、次の停留場へ向かいます。次は何やら綺麗な着物を着た人です。お留守番お願いねと、お月の狛犬に言って乗り込んできました。それからも不思議なお客さんは続きました。みんな顔なじみのようで、電車の中はワイワイガヤガヤ。しかしこのお客さんたち、昔から知っているような気がするな。一体誰なんだろう。運転手さんがバックミラーを覗いて確認しようとした瞬間、ゴゴゴゴゴーン、ガシャンガシャン、大きな音とともに電車がぐらりと揺れ持ち上がりました。オイラも入れてくれよ。窓の外は高く、札幌の夜景が見渡せるほどです。山のように大きな人が泣きべそをかきながら電車を握りしめているではありませんか。乗客の中で一番のお年寄りが大きな声で叫びました。こりゃあ、もいわさん、電車を持ち上げたらダメじゃろう。今からロープウェイでそっちへ行くから、待っちょれ。メソメソしながらもいわさんは電車を元に戻しました。次の停留場でみんな残念そうに電車を降りていきました。運転手さんは呆然。気がつくと、もいわさんの頭があったところからお星様が見えています。みんな電車を楽しみにしてくれていたんだな。そう思うと運転手さんは嬉しくなりました。あんなに降っていた雪もやみ、静かで美しい大晦日の夜がやってきました。来年も安全運転でみんなを運ぼう。
そう思いながら、運転手さんは終点の停留場へ向かいます。おしまい。いかがでしたか？楽しいお話でしたね。皆さんもぜひ読み聞かせに挑戦してみませんか？ゆっくり読む。お話を聞きながら、絵を見ながら、いろんな想像力を働かせます。なるべくゆっくり読むことで、物語の世界がより広がりますよ。お子さんのペースに合わせましょう。読んでいるときにお子さんが質問したり、反応を示したら、お話を止めて、会話も楽しみましょう。お子さんの意見には、そうだね。質問のときは、どうしてだろうね、と共感を示してあげるだけで大丈夫ですよ。最後に、お子さんは本を読んでもらうのが大好きです。上手かどうかは関係ありません。読んでほしいとリクエストがあれば、新しい本じゃなくても大丈夫です。同じ本でもお子さんが気に入ってたら、何度も読んであげましょう。